背番号3番ディフェンダーパッツン・ジェイミです。自分のストロングポイントは粘り強い守備とヘディングです。絶対勝つので、応援よろしくお願いします。背番号4番ディフェンダー3年生の岩倉真人です。ストロングポイントは1対1の粘り強い守備です。スーパープリンスで全勝できるように頑張ります。背番号5番ディフェンダーの3年竹内浩太です。自分のストロングポイントは攻撃の基礎となるロングフィードです。無失点優勝を目指して頑張ります。背番号6番ディフェンダー3年生小林敦樹です。自分のストロングポイントはホームグラウンド量です。チームとしては優勝、個人としてはアシストを目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号15番センターバックの2年立石長屋です。自分のストロングポイントはヘディングとエススペイン語です。ウータラオパックトルエスパニョルテクポロトモノメント背番号24番ディフェンダーの1年の久保英です。ストロングポイントはパワーポジションです。応援よろしくお願いします。背番号25番2年生の小林亮太です。自分のストロングポイントはインターセプトとロングフィードです。優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号27番ポジションセンターバックの塚田敦樹です。自分のストロングポイントは試合では自分の1対1の強さに注目してみてほしいです。応援よろしくお願いします。背番号29加藤大2年加藤大成です。自分のストロングポイントはスピードで突破です。チームの勝利に貢献できるように頑張ります。背番号33番ディフェンダー1年生の松田和樹です。自分のストロングポイントは前線への攻撃参加です。応援よろしくお願いします。ブロッコリー背番号34ディフェンダー1年生のミネアルトです。自分のストロングポイントはクロスボールとパントマイムです。よし頑張ります